零時谷とは、塚本義則によって定義された流域の故障。一時谷より一オーダー下の流域を指す。塚本義則は、水分学研究において、水平断面型が谷型である斜面型と、それが作る収水システムが、森林、土壌、水に関係する斜面の諸生質を研究する上で、極めて重要であると認識。これを一つの流域と考え、地形的には、 幼少期の流域で、一時、谷流域より一オーダー下の流域とみなし、零時谷流域と定義し取り扱うことを提唱した。ただし、零時谷流域は、集水域境界をもって区切られる、流域単位であり、上記のような、で、大型斜面だけでなく突型、平型斜面も含んだ地域を示す場合もある。零時谷は斜面における森林。 土壌、水などに関係する諸性質が極めて活発で、特徴的な水門現象が起こることが知られており、活性斜面として取り扱われる。具体的な特性、現象は以下の4つである。0時谷は斜面に雨水を集め、それを一時谷流域の地表流路に排出するシステムであり、この地域のには地表流路と地中流路の接合点が存在する。 時間の経過とともに、地表流路は0時谷流域内を伸長成長し、ソースエリアを形成する。すなわち、飽和地表流の発生上、谷の伸長成長の場となる。氷土の歩行、集中現象により、斜面下部に厚い氷土体積が形成される。0時谷流域内では、土壌の集中、体積現象が活発に起こり、地中、地表地形が形成される。 同時にこの地域は崩落発生点、土石流形成上でもあり、地形の形成と崩落が繰り返し発生する。例時代には、雨水の収水、排出システムであることから地中流が集中し、同時に栄養分を集中する。この水分、養分良好な生育環境が森林形成を促進する。同様に土壌が集中し、氷土が厚く堆積することも、 促進の一因となっている。また現象ごとにまとめると、0時谷内には、地形的には、地形成長点、水門的には、地表流路の成長点、地表流路のと、地中流路の接合点、侵食的には崩壊発生点、土石流形成点、地中侵食点が集中していると言える。森林流域の地形変化は、崩壊によって起こり、 崩壊は一般に降雨と地震が原因で発生する。例時ダニもこれらにより形成され発達する。塚本は崩落のタイプと流域の形成、発達作用の対応分けを行った。内容は以下の通りである。まず崩壊現象を流域地形の発達促進現象と捉え、斜面崩壊のうち深層崩壊を、 新しい霊ダニの形成作用、表層崩壊を既存の霊ダニの地形修正作用と位置づける。霊ダニが一つの調和の取れた地形形態を取るのは、このような地形の形成、発達、修正が起こるためである。また、典型的な霊地谷地形が発達する地域は、水文学的には、飽和速放流が卓越し、 表層崩壊が高頻度で発生する場所であることが判明している。このような場所は正規副産地に多く見られる。表層崩壊は斜面崩壊のうち斜面表土が飽和速放流や地震によって滑落する現象であるが、例時ダニとの関係においていくつかの特徴が指摘されている。内容は以下の通りである。 表層崩壊とそれに伴う土石流は過去に大土砂災害を引き起こしている。レイジダニとレイジダニと崩壊の関係を調査、研究することは斜面災害対策を行う上で極めて有意義であると言える。水路次数とは河川における本流、支流といった格付けを数値で表したものである。ここでいう水路とは常時水流がある河川のほか、 構成が十分にあった場合のみ水の流路となるところも指す。最初に次数付けを行ったのはグラベリウスである。彼は本流を一時、それに直接流入する支流を2時、2次の支流に同様に流入する支流を3時というように小さな支流ほど大きな大きな時数を与えた。それに対してホートンはグラベリウスとは逆の格付け法を提唱した。まず最先端の支流を1時とし、 一次水路が二本、合流して二次水路を形成する。これら二本のうち、本流とみなされる一本は先端まで二次と、定義し直される。二次水路が二本合流して三次水路を形成するが、本流とみなされる二次水路は先端まで三次水路と、みなされる。以下、このような過程を繰り返し、流域内の水路すべてを次数付けする。また、ストレーラは、ホートンの方法から、 水路次数が本流に沿って先端まで遡るという考えを除き、先端から2次以上の水路への流入点、最高次の水路の先端から流域の流出口までと次数を区間に与える改良を行った。この方法は、ホートンストレーラの方法と呼ばれ、現在最も広く採用されている。塚本義則、豪雨型山崩れに見られる2、3の特性について、第10回。 自然災害科学総合シンポジウム論文集 P302 から3061973年において低小氷土が斜面を払うように移動すること2個以上の崩壊は極めて稀である角度が同じ場合は長い方が本流となるその他スケーデッカーの論理的次数区分法などがあるありがとうございます